ところが元の希望地です。昼日なんかでもここで交通とか本当の166号線につながる道でございます。守る会としてはこういう活動を通して認知してもらえるように、このバスがなくならないようにそういう撮影会は続けていこうとは思っています。このボンネットバスは昭和41年から走り続けております。47人乗りでございますけれども、当時はこのバスが超満員になりまして、僕たち車掌はドアを開いたままでステップの握り棒をしっかりと持ってお客さんを落とさないようにと当時は走っておりました。上から下までのこのカバンまで全部その当時のものでございます。56年前のもの、これを地域の皆さん方、そしてまた区ファンの皆さん方に見ていただいた、いつまでもいつまでもこの大和路を走らせていただくのが当社のお礼返しと違うかな。ありがとうございました。